次の仕事は？私はここまで来たんだ。まさか帰るなんて言わないよな。そうですね。それではお二人にあまりにも失礼ですし。ヒヒ、カンはどこか行きたいとこあるか？ずっと山を眺めていたので、まずは海が見たいですね。高校周辺に向かいましょう。任せろ。風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに大げさだな。仕事が忙しすぎて長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かにいつも残業してたみたいだしな。ええ、ここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い書類の処理をしていました。絶雲の間の修行と似たようなものです。もしや関羽お姉様？ま、まさかこんなところでお会いできるとは。いつも忙しそうにしているのに。このじいさん、関羽お姉様って。紹介がまだでした。こちらは天王寺。身分は問題ない。教えてやってください。リーウェの恩人だからな。正式に挨拶をせねば。天王寺はリーウェ七世の天数です。なんだって？このじいさんが七世の一人？教皇と同じ？しー、身分についてはどうか内密に。この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。その時槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくない。ほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人だと思っている。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者がいないほどです。ハッ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 。カンお姉様にそう言ってもらえると、ここ数十年の頑張りも
無駄じゃなかったようだ。天王寺、あなたの今の立場では私のことを勘お姉様と呼ばない方が。おお、すまん。年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七星になったばかりの頃、あなたには世話になった。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七星の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。勘お姉様、わしの娘の慶心を知っておるな。あやつが最近何か困っているようなんだ。はい、月海亭の慶心は私の後輩です。何か手伝えることはありますか？いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。どうやらわしに手出ししてほしくないようでな。月海亭に行って様子を見てきてくれませんか？喜んで。七星の悩みを解決することが私の仕事ですから。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ、月海亭に出発だ。先輩、お久しぶりです。どんなに忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシー。でもそれは言い過ぎですよ。あなたが困っていると聞いたので、何か手伝えることはないかと思い来ました。はあ、父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて。気にしないでください。月海亭の後輩が困っているのなら喜んで助けます。パンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか？はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです。証拠がなければ強行手段には出られません。なるほど、よくあることです。商人はいつもお金に目がくらむものですから。つまり先輩には解決策があるということですか？当然です。同じようなことを何百回も処理してきましたから。今回はどう対処すべきか少し考えさせてください。ふむ、今回はこれでいきましょう。誰かを最も理解しているのはその人の敵です。え？英発商店と万有商法は商品分類や市場区分においてずっとライバル関係にあります。それならあ、わかりました、カウ先輩。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。オーナーは確か博来さんでしたね。はい、そうです。ついてきてください。ふっ、
お、この前会った旅人と、そちらのお二方は月海亭のものですね。はは、何か大きな注文でもあるのですか？考えすぎです、博来さん。万有商法の信用では月海亭の大きな注文を受けるに値しません。仮にそのような機会があったとしても、英発商店の方に話が行きます。なに、英発商店だって？くそ、東商のやつ、うまい話をかっさらっていくとは。はい、英発商店は信用できますので、毎年の納税状況を見てもとても積極的に。ははは、納税？積極的？おや、何が言いたいのです？騙されないでください。あいつの腹の中は真っ黒です。俺はよく知っています。あいつの納税書を見せてください。絶対に何か見つかるはずですから。随分と英発商店の経営状況について詳しいようですね。当然ですよ。あいつらに取引があるたび、俺は腹あたが煮えくり返る思いをするんですから。あいつらが金を稼ぐことは、俺が損をすることよりも辛いんです。ではこの納税書を見てください。あなたの意見を参考に、英発商店への信用を再度評価します。よしよし、しっかり目を通しますとも。一言一句、一文字一文字漏らすことなく。あった、ここだ。ここ年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。俺に自慢してきたことがあったんですよ。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど。この取引に関する全ての証拠を消したのか。道理で見つからないわけだ。だから言ったでしょ、追い詰められたあいつの顔が楽しみだ。でも先輩、それでも口では何もなかったと否定できますよね。ええ、すでに全ての証拠を隠滅しているでしょう。ただ半軌道の方には何か残っているかもしれません。そうだ、半軌道のルージーは東商の言うことなんて聞かないでしょう。ルージーのところに領収書があるはずです。そうだといいのですが。半軌道に向かいましょう。警察層の近くです。悪事を暴いてくださりありがとうございます、博来さん。いやいや、当然のこと。証拠を見つけたらしっかり処罰してやってください。それが俺への最大の謝礼になります。警察層に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょう。大丈夫、私たちで行きます。はい、ありがとうございます。お手数をかけますがよろしくお願いします。ようこそ。どんな用件で来たのかな。もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。でも一度にそんな多くは取れないから、まずは養子に。警察層はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのか。そこのトンネルの聞こえてるぞ。ひゃい、ごめんなさい。
ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか。いや、気づいておったよ。お前さん、月海底の用事で来たんだろ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。まったく、何が聞きたいんだ。ルージーは話が早い方ですね。私たちは永発商店東商の脱税の証拠を探しているのです。年始に東商がここで家具を注文したそうですが、領収書や記録等は残っていますか。永発商店との商売か。あれは大きな取引だったからな、忘れるはずがない。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか。もちろん問題ない。だが今はそれが難しい。え、どうかしたのか。ここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてるんだ。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな、追い払うことができずにいる。証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行って、ついでに奴らを懲らしめてやってくれないか。なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。武闘派の出番だな。待ってください、あそこに怪しいものが。そこです。あれは、あの服、ファデュイだ。リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな。魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファデュイの評価は下がりっぱなしです。ファデュイと何か小さないざこざがあっても外交に大きな影響はないでしょう。その上、私はあの者たちの悪意を感じ取りました。これは七星の秘書の直感です。それなら待つ必要はないな。やっつけに行こう。この仕事は排除するべきですね。姿を見せはっ、熱々でしょ。邪魔だ。はっ、それ痛いな。はっ、やっ、部外者禁止。ははっ、見当初の仰せのままに。料理の時間だよ。はっ、お前ら痛い目は十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ。さっきのはただのお仕置きです。まだ本気ではありません。ただもしあなたたちがリーユエにしようとしていることを隠し通そうとするのなら、私も本気を出さざるを得ません。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然検索層に現れたのです。そう聞かれると確かに不自然だが。だが、でもここにはラズベリーを取りに来ただけなんだ。ふむ、あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ。気晴らしに朝から外出してただけだ。この付近に新鮮なラズベリーがあると聞いて
よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし、警察層は老人しかいない。何を企むって言うんだ。かわいそうな目をしてるぞ。なら半機動の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか？半機動の倉庫？それどこにあるんだ？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。つまりルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか？私もこの者は本当のことを言っているような気がします。これはちょっと私の判断ミスです。申し訳ございません。先ほどの揉め事は私個人の判断です。何か意見があれば総務士に状況を報告してください。揉め事？この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知って。ええ、その通りです。無論再度武力で解決する選択肢もありますよ。オイラたちも参加するぞ。くそ、ここまでコケにされるなんて。どうするのです？ラズベリー狩りを続ける。かわいそうだけどすっきりしたな。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです。大丈夫だ、ファデュイに痛い目を合わせたからな。ではルージーの倉庫に向かいましょう。証拠品を手に入れるのが最優先事項です。